こんにちは。私の名前は佐久間由里と言います。私はアメリカ文学、特にアフリカ系アメリカ人の文学や文化、そしてジャズやポピュラーミュージックなどの音楽も研究しています。今日は私のゼミで扱っているアフリカ系アメリカ人の文学と文化について紹介していきたいと思います。21世紀、アメリカにおいてはアフリカ系アメリカ人初の大統領が誕生し、 トニ・モリスンといった黒人の女性作家が、アフリカ系アメリカ人としては初のノーベル文学賞も受賞しています。今、人種問題はすでに解決したのだと考える人ももしかするといるかもしれませんが、本当にそうなのでしょうか。現実に目を向けると、人種問題は現在進行形の問題です。 2014年頃から白人警官による黒人の射殺事件が社会問題となりそれに対する抗議活動として「黒人の命は大切」という意味のブブララックライブスマター運動が今ままさに行われています。音楽協会においてはケンドリック・ラ・マーやビヨンセなどのアーティストたちが音楽作品によって抗議声明を行ったことも話題となっているので知っている人もいるかと思います。 セミでは、アフリカ系アメリカ人の歴史を4つの時代に分けて、それぞれの時代を代表する文学や文化作品を研究しています。奴隷制時代、アフリカ系アメリカ人の人々は奴隷として扱われ、人間とはみなされていませんでしたが、奴隷解放後、アフリカ系アメリカ人の芸術文化運動も起こって、ジャズやブルースや文学などの文化が花開いています。 公民権運動期にはキング牧師などが国人の権利獲得を目指して戦って黒人たちは法律の上では平等な権利を獲得しましたしかし現代においてもまだ人種差別は根強く残っておりブラックライブスマーターなどの運動が巻き起こっていますゼミではそれぞれの時代を代表するような小説や映画スピーチ音楽そして理論なども読んでいます例えば、 昨年はノーベル賞受賞作家のトニ・モリスの作品を読んだり今年度は「コルソン・ホワイトヘッド」という、えー、全米図書賞を受賞した作家による「TheUndergroundRailroad」という長編の小説を読んでいます全部で360ページほど洋書であるんですけれども翻訳なども参考にしながらかなり難易度が高いんですけれども頑張って読んでいますその他近年話題になった映画であるとか 著名な政治家のスピーチであるとか、私も好きな音楽などについても勉強していますアメリカの人種問題を学ぶことを通じて、日本社会で生きる上でも欠かすことのできない視点である異文化理解や多文化共生について考えることもゼミの大きな目的です 人種問題が中心ではあるんですけれどもこの人種という要素は民族性とか性別とか階級とかセクシャリティとか世代や宗教などとも分かちがたく結びついています。 アメリカ文学や文化を題材とするゼミなのですけれどもそのディスカッションの内容については多様性や異文化理解多文化共生に及びますのでアメリカに興味を持っている方だけではなくて文学とか文化を手がかりにアメリカや日本社会における多様性や共生の問題についても考えてみたいという人にも受講していただきたいなと思っています。 今日本の教育現場も人種や民族宗教そしてセクシャリティなどの観点においてもととててても多様化していいいるる時代になっていると思いますアメリカの事例を学びながら将来皆さんが社会に出て教育現場やその他の,あの社会で働く上に必須となるだろうあの資材やものの見方を共に学んで学生さんと共にディスカッションするようなそんなゼミになっています。 セミは毎年1学年8名から14名程度なんですけれども文学や文化作品や理論を正確に英語で理解して自分の言葉でプレゼンテーションをして他人と共有したり応答する力を養う演習を行っています毎回プレゼンテーションの担当者にしていただいてその後ディスカッションに移ることが多いですレポートは日本語と英語両方で 執筆していただいて最終的には自分の興味のある題材で卒業論文を執筆するというのが目標になっています興味のある方はぜひ参加していただければ嬉しく思います以上です